クションを買ったなんていう話も、ね、いやそれね本当にあの石野さんくっつかなくていいですクション買ってないです。オークション、あのね、あの多分報道されているものとは違いますから、それをね言いたい。でも最近あのすごく言われます。あ、妹の Wi-Fi 5点だねっつって、でも違うんですよって言って違うんですよって言って言うんですけどまあ、本当に楽しくて、カップルになってんじゃないかと錯覚してしまうぐらい。僕個人として一番女性らしいなと思ったのは、結局社長と乾杯してる時妹が一番女性らしかった何でも渡航歴は250回、年間では25回ぐらいは海外行かれてるとういうことで、行ってますね、すげえな自分、はい、すごいですね。108カ国今のところ行ってるんですけど、はい、あらハワイ、まあまあアメリカっちゃアメリカなんですけど、うん、ハワイがなくて、まあ、本当に一番行きたい国ハワイなんですよ。十数年毎年紅白が終わるとハワイに出発して遊びに行きます。いい芸能人ですね。行きたいですよね。いやでも結婚式で行った。結婚式でいいじゃないですか。挙式を挙げるっていうの。でもそれは一つの、はい、夢なんですよね。あのマカオタワーでバンジージャンプを。あの世界一の？そうなんです。それが僕バンジー初体験で。まあ、いやお時間ってめちゃくちゃありますよ。はい、全然恋する時間なんてめちゃくちゃありますよ。恋時間とか言ってらんないなっていう。恋も時間関係ない。恋は時間関係ない。心で思ってるの。あ、大事だから。心で思ってる、うん、Wi-Fi で飛ばして Wi-Fi で飛ばしていや本当にないんですよ。もうね本当にないんですよ。で携帯っていうのはさ何するの？メール系まあ基本的なことだから連絡とか音楽今聴きます。よしよし顔ヒットした。よし顔ね、で Wi-Fi 使って海外でもね。